今回ご紹介する駅は備中幸次郎駅、伯備線と芸備線の駅なんですよね。この備中幸次郎駅、1977年の八つ赤村のロケ地にもなったんですよね。また駅までの道中にあるちょっと気になったスポットもご紹介していこうかなと思います。それでは最後までよろしくお願いします。皆さんこんにちは。今回も始まります。今回もですね、新見市内からちょっと離れた山の中にやってきたわけですけど、ちょっとすごいトンネルですね。というわけでね、今回はね、この先に駅があるということで行ってみようかなと思うんですけども、その駅の名前が備中幸次郎駅という駅なんです。でこちらね、八つ赤村のロケ地にもなった駅ということですね。もう本当にすっごく楽しみでね、向かっているわけなんですけどもね、もう本当にいつも通り山の中でね、この先何があるんだという感じで、進んでいくわけなんですけども、到着までね、しばらくお待ちください。まあそれとね、ちょっと駅にすぐ行くわけじゃなくて、ちょっと近場にね、車を止めて、そこからゆっくり歩いて行こうかなと思います。それではもうしばらくお待ちください。この先にね、駅があるいうことで行きますけどね、もうなんか壁みたいなの古いですね。なんでしょうね、なんでしょう、ちょっと特殊ですね。あ、動物よけかもしれないですね。これ電流が走ってるのかもしれない。ちょっとこの先に駅があるということで、歩いてここから向かっていこうかなと思います。大丈夫かな。ちょっとなんか独特なトンネルですね。相当古いんでしょうね、これ。でちょっとね、見落としたんですけど、なんかこの下にね、小屋みたいなのが、ちょっと下まで降りれないですけど、ありますね。水、水量とかの関係のね、建物かな。はい、というわけでちょっとね、5分ぐらい歩いて、トンネルの出口ですね、到着しました。ちょっとね、このトンネルの横にお地蔵さんがね、あります。見えますね。わかりますかね、お地蔵さんが並んでる。まあ昔結構ね、栄えたんでしょうね。古いトンネルですね。まあ、SL の時代からあったのかな。まあ、あったんでしょうね。
これ待機場がありますね。まあ、ちょっと大きい駅なのかな。はい、というわけで到着しました。ここが駐輪場かな。もうこの学年となんかね、分かれてますね。まあ、ここが一般と。ちょっと入っていきましょうかね。はい、というわけで目的地到着です。こちらが備中幸次郎駅ということですね。1928年10月の25日、まあ、昭和3年ですねに開業した駅で、まあ、1日の乗車人数が、7人ということですね。2019年ですね。こちらの駅が芸備線と伯備線の駅となっております。伯備線何号目感じですね。結構ねホームが広いですね。で、次はね、次の駅が芦田地駅ですね。結構ね、山の中にある駅で、豪雪地帯で。昔はね、なんか貨物ターミナルっていうか、まあ、その、乗り入れというか、そのあった駅だと聞きました。おそらくあれ芸備線かな。ここから分岐するのかな。ここは芸備線のホームですね。備中幸次郎。こんな感じです。というわけで今回はこんな感じでお送りいたしました。まあ本当に他の駅よりちょっと大きいかなと思うんですけど、やっぱりその芸備線との乗り換えなんで、やっぱりこういう感じで大きく作ってるのかなと思いますけど、まあこういう駅もあるということで。というわけでまたね、興味ある方はぜひ行ってみてください。八雲を通過します。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。